どうだ？あの時の借り、ちょっとは返せた。いい加減観念して、人質を解放しなさい。行員たちは、あの上だ。全員縛ってはいるが、命に別状はない。本当か？さっきの男もそう言ってたけど。それで、君は、まさか、このまま失礼なんて、虫のいいことを考えていないだろうね。そのまさかだ。いけない、フェイクだ。しまった、遅い。女神様、大丈夫、音と光だけ。スタングレネードか。消えた。なんてうかつさだ。仲間たちの後を追ったのかしら。この音、ガレリア要塞に現れた RF-26 シリーズ、ラインフォルトの高速飛行艇。帝国解放戦線の船か。射撃開始。いい加減に。やれやれ、興ざめのことだ。アイスメイク、鉄血の古代たる小娘よ、貴様の主人に伝えるがいい。全ての準備は整った。次こそは貴様の番だとな。吹き抜けから。それではさらばだ、7組の諸君、次に会う時まで。今のはまさか。みんな伏せて。いつからザクセン鉄鉱山が公爵家のものになったのかな。
この声は。まさか。ウリバルト殿下。ナイスタイミング。クローニ、ジョルジュ先輩も。よかった、無事だったか。おう、そっちこそな。しかしとんでもねえことになったな。ああ、さすがに予想外の結末だね。あれがテロ組織が所有していた最後の飛行艇か。挨拶はいい。それより状況を整理しよう。そちらの士官学院生たちの行動の正当性は私が保証する。依存はないかな。殿下、はあ、よかった。さらに鉱山所有者である皇族アルノール家の名のもとに、この場の全ては私が預かる。両方軍の諸君は速やかに撤退を。鉄道憲兵隊の諸君は私の指揮下に入ってもらうぞ。イエス、マイロード。そしてその後の事態収拾は驚くほどスムーズだった。オリバルト王子の指揮下、鉄道憲兵隊は忠実に職務を果たし、残されていた人形兵器は駆逐され、行員たちも無事全員が解放された。しかし事件がもたらした余波はそれだけでは済みそうになかった。両方軍は明らかにテロリストたちの行動を黙認するかのように動き、貴族派が牛耳る第一製作所による鉄鉱石の横流しの証拠もテロリストによって破棄されていた。しかし状況証拠は限りなく黒に近く、オリバルト王子はイリーナ会長の全面協力を受ける形で厳正な調査を行うことを宣言するのだった。これですわね。やはり命はなし。超長距離狙撃用の対物動力ライフルですわね。どうやらラインフォルト社のライフルではなさそうですね。おそらく例の攻防かと。赤い星座といい、最近大人気のようですわね。ええ、由々しき事態ですけれど、シャロン・クルーガーさん、あなたとは一度お話ししたいと思っていました。ちなみにあなたの雇い主はどこまで関与しているのですか？それはどちらの雇い主を指しているのでしょうか？もちろん両方です。すみません、どうやら相当し損ねていたようですね。アイスメイデンの真偽
見せていただきました。そちらこそ。視線とはよく言ったものですね。恐れ入ります。先ほどの質問ですが、イリーナ会長の方は何も。無論今回の事態を最大限に利用されるでしょうが。でしょうね。そしてもう一方はいつもと同じ戯れでしょう。今はまだですけれど。おっと、ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。明日も期待してるわよ。パーフェクト！よく頑張ったじゃない。